シャキーブ・アルスラーンは、レバノン出身のドゥリューズ派の知識人。思想家、政治家、詩人、ジャーナリスト、歴史家で、オスマン主義者、後にアラブ民族主義者。17歳の時に詩集を出版して以降、優れたアラビア語の詩や散文を発表し続け、20冊の著書と2000以上の論考を執筆し、雄弁の貴公子として名高い。 弟に政治家アディル・アルスラーンがいる。1869年、レバノンに生まれる。聖火・アルスラーン家は、レバノンのドゥールズ・ハノニ大名謀家の一つで、その構成員は、アミールと呼ばれる。16歳の折に、ムハンマド・アブドゥフの指導を受け、カイロやイスタンブールに、修学の旅を行い、個別の民族の自主を胸とする、民族主義ではなく、他民族国家オスマン帝国を誤児。 擁護することこそ西洋に対抗し、分割を免れる道であるとするオスマン主義の考えを深めた。1912年4月、オスマン主義の考えを実行に移すためイド戦争に参加してエンベルパシャと知り合い遊戯を深め、第一次世界大戦においてはドゥルーズ派の若者120人からなる義勇兵を率いて市内半島で戦った。1914年には、 オスマン帝国議会に議席を得ている。大戦において、オスマン帝国の敗退が決定的となると、彼は家族を残して、スイス、ついで、ドイツに亡命し、同じく亡命していた、エングルラ統一進歩党のメンバーにも手を差し伸べている。いまだシャキーブは、オスマン帝国最高の望みを捨てておらず、ケマルパシャ率いるアンカラの大国民議会にも反対し、 ソ連からの援助を引き出すことを模索するなどしていた。しかし次第に、オスマン帝国最高の望みは失われ、シリアのアラブ王国も、フランスの介入によって崩壊。戦後、エンベルが主導したイスラーム革命団体連合にも、名を連ねているが、この試みはすぐに失敗に終わった。この頃から事実上、エンベルと田元は勝ち、オスマン主義から、アラブ民族主義に転向していったと思われる。 1921年、彼はイスラーム改革思想家であったラシードリダーの指示を得て、国際連盟のシリアパレスチナ会議の事務総長に任命される。1924年にはトルコのメルスインで6年ぶりに家族と再会した。1930年から38年までの8年間、彼はフランス語しアラブ民族を発行し、また来た。 アフリカをはじめとするアラブ世界の民族運動の支援にも関わった。さらに、サウジアラビアのイブンサウード、イエメン王国のイマームヤフヤイラク王国のファイサル一世イ,イラと信仰を結んで助言を行った。ただし、かつて彼のオスマン主義の理想に反する行動を取ったフサインとは仲違いしたままであった。1946年死去。彼は、 オスマン帝国が完全に解体される最後の時まで、オスマン帝国の存続を第一に考えており、アラブ反乱にも批判的だった。オスマン帝国解体後は、アラブ民族主義に基づき、アラブ世界の連帯と反植民地主義を説いた。なぜムスリムは、後進的となり、他の諸民族は、進歩したのかかれの代表作、イスラーム文明の調落の原因をお論じ、 復興の方法について提示した。アラブ民族スイス亡命時代、ジュネーブで発行されたフランス語詞。他に、ラシードリダーの伝記やイスラムスペインの歴史なども表している。ありがとうございます。